パブロ・コントレラスは、チリ、首都州サンティアゴ出身の元サッカー選手。チリ代表である。ポジションは DF。CSD コロコロの下部組織出身。1997年にプロデビューし、チリ代表出場50試合超を誇るセンターバックの、ペドロ・レーエスの指導の下、一1歳年上の、ダビド・エンディ・ケスと、名コンビを組んだ。レーエスが、 フランスのアージオセールに移籍した後の2シーズンは37試合に出場し、クラウス・ウラ1997と1998の2度のチリプリメーラ・ディビシオン制覇に貢献した。1999年、フランスの AAS、モナコに移籍した。まだ21歳であったが、1999から2000シーズンのリーグアンと、トロフェでチャンピオン制覇の重要な要素であった。 モナコでは1999の2000シーズンに UEFA カップ2000から01シーズンに UEFA チャンピオンズリーグに出場した。しかし2001年1月 EU 圏内枠を得るためにイタリアの偽造パスポートを使用していたことが発覚した。パリの裁判所は3万ユーロの罰金と2年間の出場停止処分をコントレラスに課した。 フランス国内ではしばらくプレーできなくなったため、アルゼンチンのラシンクラブにレンタルに出され、そこで8試合に出場した。2001年6月には、スペインのセルタデビー後に完全移籍する可能性があったが、CA オサスナにレンタル移籍した。2001から02シーズンは31試合に出場して1得点したが、17位で降格を逃れた。はに沈んだが、 コントレラスのプレーはポルトガルの競合スポルティング CP の目に留まり2002から03シーズンはレンタル移籍することになった。リーグ戦では30試合に出場して2得点した。モナコ時代以来2度目の UEFA チャンピオンズリーグ出場を果たしたが予選3回戦でインテルミラノと対戦して敗退した。コントレラス自身はホームアウェイの2試合ともに先発出場した。 2003年、スペインのセルタデビー後に移籍した。セルタは前のシーズンに4位で UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得していた。グループリーグは主に控えだったが AC ミランやアヤックスアムステルダムと同居した難しいグループを2位で勝ち進んだ。決勝トーナメント1回戦でアーセナル FC と対戦した。終盤に ホセ・アントニオ・レジェスに対するファールで2枚目のイエローカードを受け、退場となった。UEFA チャンピオンズリーグでは検討したセルタだったが、リーグ戦は19位に終わり、グ軍ダ・ディビシオンへの降格が決定した。しかし2004から05シーズンは2位ですぐさまプリメーラ・ディビシオンに昇格した。このシーズンにはポジションをつかみ、その後にシーズンにわたってポジションを維持した。 2005から06シーズンは6位で UEFA カップ出場権を獲得した。しかし2006から07シーズンはまたもやセグンダへの降格が決まった。2度目のセグンダでは監督に抗争外とみなされ、2007年中にわずか3試合の出場機会しか与えられなかった。2008年1月、セルタとの契約を解除した。2008年1月、ポルトガルに戻って、 SC ブラガと6ヶ月間の契約をした。その間に13試合に出場した。同年6月、セルタ時代のチームメイトであるジシス・ブリーザスが、テクニカルディレクターを務めていた縁で、ギリシャのパッチ・テッサロニ期と2年間の契約をした。1999年2月17日、グアテマラ戦で、チリ代表デビューした。同年のコパ・アメリカでは4位入賞した。 2000年のシドニーオリンピックでは銅メダルを獲得し、コントレラスは大会のベストディフェンダーの一人に数えられた。2002年の日韓ワールドカップと2006年のドイツワールドカップの南米予選に参加したが、どちらの本大会にも出場は叶なわなかった。コントレラスのキャリアの中で悪い時期が2007年のコパアメリカの大会中に訪れた。レーナルドナビア、 ホルヘバルディビア、ロドリゴテージョ、ホルヘバルガス、アルバロ・オルメーニョは、ホテルで事件に巻き込まれた。ホテルのスタッフが、チリ代表選手が酒を飲んで、馬鹿騒ぎし、食べ物を投げつけ、ホテルの備品を壊していたことを訴えたのである。この事件の後、チリはブラジルに1の6の大差で敗れた。ネルソン・アコスタ監督が辞職した後、関係したすべての選手にチリサッカー連盟から20試合の、 出場停止処分が下された。10試合の出場停止が経過した後、オルメーニョを除く選手たちは、彼らの行いを認めて謝罪する文書にサインした。残りの10試合が終わると、マルセロビエルサ新監督のもとで、代表の重要な選手の一人に戻り、南アフリカワールドカップ予選に出場している。2008年10月には、ワールドカップ予選で初めて、アルゼンチン代表を破ったが、 その試合でもコントレラスはフル出場している。チリ代表の敗北は1916年から始まり、この試合前までの35戦で0勝9分26敗というありさまだった。abbdfutbol.com ハット a f、UT、b b b ニュースチリ代表の6選手に出場停止処分。2009年8月1日閲覧。fifa.com ありがとうございます。